2003年9月11日の回帰月食食とは、ある天体が別の天体の動きによって隠される天文現象である。食は移動する天体の動きに従う光量の変化として観測される。観測者が光源天体からの光を隠す天体を見ているのか、光を隠している天体が別の天体表面に投射した影を見ているのかによって区別できるが、 どちらも、食と呼ばれている。区別されるときは、前者は、遠平と言い,い、後者は影による諸という。遠平のうち、隠す天体が隠される天体に比べ極端に、視直径が小さい場合を通過と言い,い、隠される方の天体が、太陽の場合を特に太陽面通過という。諸を説明するときは、むね観測者を地球に置くことが多かったが、探査機の開発により、 地球外での観測も可能となっている。地球上で日食が起きているとき、これを月面から見るとすると地球上に影による食が見える。また、地球上から月食が見られているとき、これを月面上の影による食の部分で日食が起きている。食は、食物をかじった跡が歯型により残った湾曲した形にちなむが、日食、月食以外にはその意は、 ほとんどない。日食や月食が起きる仕組みが知られていなかった時代にはインドなどではラーフやケイトなどの見えない星が食の原因と説明されていたことがあった。英語エクリプスは天文以外の他分野でも用語として用いられている。食は食の代用表記である。日本での日食の最古の記録である日本書期では 日食へつきたりと表記されているが、明治2年前の文献では、食と食が混在しており、さらに1956年の第3期国語審議会では、食と表記するように決定している。2010年代の天文書、天文時点では、食と表記されているが、食との表記例もある。また曲名など、学術的でない分野においては、食と表記することもある。 原理的に、ある天体の光を太陽が隠すことは起きているが、高度の差が大きすぎるために観測された事例は、ほぼない。惑星や衛星、小惑星などによって恒星が隠される現象を、恒星色といい、地球の月によって恒星が隠される場合は特に、星色という。天皇星や海王星の間は、恒星色による恒星の明るさの変化から、発見されている。 1990年代から小惑星の位置予報の精度が向上し、アマチュア天文家による遠平の多点同時観測により正確な軌道だけでなく大きさや形、衛星の有無まで観測することができるようになった。軌道面が観測者の方向と一致している連星は遠平により高度が変化する。これを食連星と呼ぶ。 確認されていなかった連星や太陽系外惑星が、食を要因とした現行から発見された例もある。月面上に地球の影が差す現象を月色と呼ぶ。厳密にはこれを地球上から観測している場合である。地球の影に月が入る現象を月色と呼ぶ。ハップル宇宙望遠鏡によって撮影された木星の衛星による食。三つの黒点は、 左からガニメデヨカリストの影。また木星の中央にを、右寄りにガニメデの惑星面通過中の本体も映っている。惑星上に衛星の影が指す現象を衛星の色と呼ぶ。遠平とは厳密に区別される。水星と金星は衛星を持たないため、これらの惑星では衛星による色は起こらない。またない惑星が太陽面通過する際に地球上には、 原理的に内惑星の影が指すことになるが変化が小さすぎるため内惑星の影は観測できない外惑星は地球に昼の面が向いていれば望遠鏡により惑星面上に衛星の影が観測できることがある火星表面には火星の衛星の影が指すことがあるホボスの影を参照のこと木星や土星などの多くの衛星を持つ巨大惑星では 惑星表面に衛星による触が頻繁に起こる。最も特筆すべきは木星での現象である。木星には4個の大きなガリレオ衛星があり、これらの衛星の軌道傾斜角が小さいために触現象が頻繁に見られる。これらの衛星が円形の影を木星表面に落としている光景はよく見られる。ありがとうございます。